Oh, let's go! Sarapa, 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 parapa. Pink style.はい、ということで今回はたらくぼチャンネル10万人突破ということで質問コーナーをしたいと思います。改めての自己紹介も含めてね、質問コーナーを回答しないと。じゃあまずサラです。久保優太です。僕は格闘家だから。サラちゃんはいろいろやってんのいろいろやってる。でも別に格闘家だからとか言わないから。サラはいつだってニートでいろいろやってる。ニートで君は格闘家だけ。サラちゃんはニート、僕は格闘家だねのカップルなんだよね。イエーイ。それで次は身長とか大丈夫じゃない？いらない。あ、そう。160センチ。体重はついこの間測った時は53キロ。意外に結構あるね。蓄えてるってこと？僕は176センチのトレーニングしてない時71キロか2キロぐらいですかね。7キロぐらいになります。すごい興味ないのにさ、長くない？サラは興味ないだけか。おちゃんの心がめちゃくちゃ広いから喧嘩しそうに見えないんですけど、いつもどんなことも喧嘩してるんですか？おちゃんが心が広いなってそんなね幻想はね、1週間付き合ったらもうその幻想は消えるから。そうだよ。心狭い。心をいつも優しいと見せかけて、その手のひら返しが激しすぎて。どういうこと？手のひら返しって。それはもう聞きたくもない。トラウマ。お互いのプレゼントで一番嬉しかったものは？現金300万円誕生日プレゼントでもらいました。なんかのお金でこれで行っていいよみたいな。旅のお金が嬉しかった。サラタンは久保ちゃんそんな好きなように見えないけど浮気しないの？浮気はしません。好きになるときは本気です。オタクの格好の強化を求めにチャレンジ。まあでも本当にオタクの格好で僕が先輩なんで。あれですよね、焼肉。そっち？私今おかず。お子さん、ジャブを使うのは相手との距離を測る以外に何かありますか？ジャブを使うのは、でもジャブっていうのは大事なんですよ。ジャブをすることによって自分の体勢を戻せるんですよね。体幹を元に戻すっていうの動作にも非常に役立てるっていう。サラさん、記憶をたどってエッチ中の久保の嫌なところ。嫌なところありますよ。いや、これ女子みんな思ってることです。でもそれは男性聞きたくないから。そうなの？胸が壊れるじゃん。久保選手のやりたい相手、対戦相手ってことですかね。やりたい相手、対戦相手、下ネタになっちゃうけど、サラちゃんとやりたいです。はい、サラちゃんがコラボした YouTuber は誰ですか？福祉県、今ダントツ1位。呼び捨て、呼び捨て。やりたい。お願いします。福祉県3。 YouTube を始めて変わったことありますか？ YouTube を始めて変わったところはプライベートあんまない。プライベートイコール YouTube みたいな。2人の夜の営みはサラちゃんが攻めるの？夜の営み系が質問多いですね。確かに。パスパスパス。じゃあ次、2人の普段の食事が気になります。ウーバーイーツ。僕は1日1食しか食べないんですよ。だからお菓子とかばっかりです。サラちゃんから唯一聞けないお願いはある？聞けないお願い、なんだろう。相手のことは叶えてきたしな。ボクシングに転向したら蹴りを使わない分、やはり体重は落ちるのでしょうか？スーパーライトかウェルターになると思うんですが、階級はどこを考えてますか？でも結構ランニングする回数は増えると思うので、必然的に体重は少し落ちそうですけどね。サラちゃん、久保ちゃんとの結婚を決めた理由は何ですか？結婚を決めた理由はメンヘラじゃん。めっちゃメンヘラだよ。だから私がいないとダメなんだよ。洗脳されたとか言っちゃってな。子供はまだですか？伊藤サラちゃんの子供、やばいモンスターが生まれそうじゃないですか。どこで洋服買ってるんですか？いつも可愛いです。ネットで買ったり、海外で買う。海外で買ってます。ありがとうって曲にまた次の歌を出したりする予定はあるんですか？あ、オリジナル出します。フェラーリ乗ってますか？たまに乗ってます。質問です。現役はいつまで続けますか？現役はそうですね、肉体的にはやっぱりその脳みそがやっぱり、経験則ですとか、いろんなその進化し続けてるんで、ちょっとそういうのが通用しなくなったなっていう思うまでは続けようかなって思ってます。2人って結婚式とかしたんですか？してません。2人が最後にキスした日は？そんな前じゃなさそうじゃない？そう、3ヶ月前とか。今度ご褒美でチンして。でも3ヶ月もないわ。仲良かった頃じゃないですか。どうしてもサラちゃんとチューしたくなったら、たまらなくなったらどうしますか？壁にチューします。久保さん、サラさん以外の方に乗り換えようと思ったことはい、ですね。 ES の中で激アツな A.P.X というゲームをやっていますか？もしやったら実況とか見たいです。いや、調べたんですけど、さらちゃんにやっぱ1日1時間ルールゲームの時間をやっぱルール2時間だったっけ？2時間。ラッキー、ここで2時間になりました。1時間みたいな。さらさん、都内にあるおすすめのレストランやカフェありますか？めっちゃある、めっちゃある。都内。じゃあ今一番おすすめな。ああ、一番おすすめ。パレスホテル。気軽に行けるとこだったら、それこそ表参道とか。2年に1回ぐらいしか行かないけど。2人に質問です。お互いにキャラって作ってますか？素ですか？いや、めっちゃ素だよ。素です。さらちゃんの年齢のヒント。30代、40代だったらもうちょっと頭成長してるし。そんなことないよ。お子さん、本当にこれからボクシングガチでやってる？いや、今結構迷ってますね。総合格闘技のなんかレスリングとか総合格闘技の練習が面白すぎて。さらちゃんは海外行った時どんなことしてるんですか？寝たりパーティーしたり、寝たりパーティーしたり、あと学んだり、新しいことに挑戦するのが好きです。2人の間に絶対的な愛はありますか？僕はあると思ってるけど。愛ってなんだろうね。愛とは。さらちゃんがやきもちをやる場面とかあるんですか？なんかやっぱ人って誰だって過去の話されるとやきもちって焼くもんだから、それが嫉妬、本物の嫉妬かは分からない。久保ちゃんがモテちゃってた時の話して、それは雑巾だと思う。汚れた雑巾の話よ。それは黒歴史だよね。もうアンチコメントに対してどう思ってる？自分が気にしてるとこを言われるとぐっさりくるんで、はぁ？とか思ってます。見た目とかって結構あんまり来ないんですよ。そっちよりなんかデブとか結構最近控えめにって言われてますよね。でも別にそれってなんか愛されてるなって逆に思っちゃうんですよ。デブとか言いながらデブな私好きじゃんとか思ってるんですよ。でも性格についてすごい言われると、私の何を知ってるんだってなる。ムカついてる、一人で。僕はそんなに気にならない。月一番記入してるくせに悪口とかには気にしないです。ただその格闘技に対する評価みたいな、この技をこうとか、そういうのを気にします。じゃあ、最後の質問ですが、はい、今後 YouTube でやりたい企画とかありますか？一人ずつ。タラはなんかもっと個性が出るような、なんか無人島とか体力系やりたい。みんなで無人島行ったり、みんなで鬼ごっこしたりとか、楽しいことをどんどんしていきたい。じゃあ無人島行こう。ちなみに無人島、はい、持っていくとしたら何持っていいですか？日焼け止めアルミホイルとライター。無人島でがっつり準備していくんじゃないの？そんな甘い世界じゃないんだよということで今回、10万人記念で質問コーナーの方やらせていただいたんですけど、なんかちょっと下ネタの質問めちゃ多くなかった？いつ濃厚接触しましたか的な。でもなんかコメント見てるとそういうの多いよ。でも別にさら的には別に嫌な感じしないけど。でも僕が下ネタ言ってすぐさらちゃん来るじゃん。それは身近にさ、セクハラがいたら嫌だ。はい、ということでこれからもさらくぼチャンネルをお願いします。お願いします。みんな面白い企画をどんどんやっていくから、いいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。みんなバイバイ。オタクの格好の強化を求めにチャレンジ。まあでも本当にオタクの格好で僕が先輩なんで。